カルームへようこそ。もくもくもかです。タンタン。はい、ということで今回は仲良し YouTuber に私のご飯 Uber Eats で頼んでもらってみた。時間がそろそろお昼ご飯の時間なんですね。ということで今回はですね、さくらちゃんとみらいちゃんとかいがくんの3人に私のお昼ご飯と3時のおやつと夜ご飯を決めてもらいたいと思います。まあまあ、なんでその3人を選んだかと言いますと、さくらちゃんもね、あのメル TV もそうなんですけど、なんかそれ以外のチャンネルとかでもこう結構一緒になることも多くて、ちょっと最近交流がね増えていると。そんなさくらちゃんならきっと私の好みをねドンピシャでついてくれるんじゃないかなっていう。で、みらいはまあメル TV きっかけに結構仲良くなって、でもなんか結構こう食の好みとか美味しそうみたいになるタイミングとかが一緒だし、食べ物、美味しい食べ物とか教えてくれたりとかもするんで、未来に聞いてみたいなっていうのと、もう海賀くんは、まあ、結構ね個人チャンネルでもカル TV でもまあいろんなとこ行ってますし、他のクリエイターさんの中でも割と長い時間一緒にいますので、さすがに私の好きな食べ物とかその子理解して送ってくれるだろうということで、その3人を選定させていただきました。それではやっていきましょう。はい、ということでまずはさくらちゃんに、私のお昼ご飯を決めてもらうための電話をかけたいと思います。いるかな。もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。え、もしかして寝起きですか。実は20分前ぐらいまで寝てます。おはようございます。ということで、そんな寝起きのさくらちゃんにちょっと急なんですけどお願いがありまして。何ですか。今日の私のお昼ご飯を決めてほしいなと思って。え、いいよ。うん、いいの。さちゃんが好きなものを勝手に Uber でスタジオに送っていただけたら、届いてから何をくれたか知るような形になると思うので、楽しみに待ってます。何も言わずに送ってください。さあちゃんセンスで。了解、任せて。任せます。ちょっと不安だけど。OKOK。 ちなみにお腹は空いている。お、空いてるんだ。お昼だって何も食べてないもんね今。そう食べてて頼めたらやばいからね。計算します。決まりました。もう決まったわ。あ、OK、ありがとう。じゃあ、待ってるね。OK、分かった。ありがとう。うん、またね。はい、ということで、いやもうさっちゃん単純だから絶対牛タンだと私は思ってるけど、ちょっと不安なんですよね。今日牛タン祭りならないかだけ、そこだけが私はこの企画の心配なところ。まあでも楽しみに待ちたいと思います。はい、ということでさくらちゃんが頼んでくれたお昼ご飯が届いたそうなので、はい、じゃあこちらになります。目開けていいですか。どうぞ。せーの、バン。もうね、分かってたよ、さくらちゃん。でも嬉しい、久しぶり。白タンセットじゃん。ちゃんとさくらちゃん分かってますね、さすが。別に撮影がそんなに一緒になってない人でも私が好きっていうの知ってるはず。じゃーん。わー、美味しそう、嬉しい。ということでいただきます。まず卵をいただきます。ご飯からいくんかいみたいな。お肉と一緒にご飯食べる方いると思うんですけど、私は牛タンが好きなので一緒に食べたくないんですよ。味を混合させたくないんです。タンはタンとして食べたいんですよ。そんなタンいただきたいと思います。うん、やばい、美味しい、めっちゃ美味しい。ネギシのお弁当を食べると去年の8月ぐらいにもらったよ。気分でもあの時が人生で一番白タンセット食べてたんですよ。本当に軽撮影するたんびに頼んでましたもん。はい、ということでごちそうさまでした。ありがとうございました、さくらちゃん。ありがとうございました。ということで続いてはみらいちゃんに頼んでいきたいと思います。はい、では続いてみらいちゃんに電話かけていきたいと思います。やっほー。もしもし。お疲れ様です。もかです。お疲れ様です。お疲れ様です。ということでみらいちゃん、あの、はい、ちょっと急なんですけど、私の今日のおやつをあの Uber Eats で頼めるので決めてほしいんですけど。デザートですか。デザートです。ちょっと待ってくださいね。はい。シンキングタイム。デザートですか。シンキングタイム必要ですか。皆さんこんにちは、みはろいです。うみちゃん。赤とのあです。え、はじめまして。はじめまして、赤です。じゃあちょっとお願いしちゃっていいですかね。
あ、いいですよ。ちょっとじゃあだいぶ期待しててください。あ、わかりました。あのウーバーイーツで期待しててください。ウーバーイーツで送っていただけたら、うん、はい、お願いします。楽しみに待ってます。送ります。あと3分後ぐらいに送ります。ありがとう。はい、バイバイ。バイバイ、頑張ってね。ということで何が来るか楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで未来ちゃんがね頼んでくれたおやつが届いたみたいなので持ってきていただきたいと思います。お願いします。いきます。せーの、は Thank you。 え、なにこれ。せーの、じゃフルーツサンドだ。なるほどね。でもフルーツサンドは好きだから嬉しい。美味しそう。入ってたのは2個、はい、いや、そんなことありません。まあまあまあ、さすがにもうないないかな。4つ入ってましたね。どう考えてもおやつの量じゃないでしょ。まあでもせっかく送ってくれたんで。でも私こういうフルーツサンド、なんかなんだろう、いろんな種類の果物が入ってるフルーツサンド食べたことないかも。じゃあいただきます。うん、うん、美味しいけど4つは無理でもめっちゃ美味しい。でもなんか勝手な予想ですけど、嫌いなのとかがないようにいっぱいフルーツが入ってるのにしてくれたのかなっていう未来の優しさを感じますね。でもなんか生クリーム重くないから普通のフルーツサンドよりはいけそう。あと3つゾエさんって真顔ですごい鬼なこと言いますよありがとうございます本当に。ということで本当は4つ食べたいところなんですけど、結構お腹に来てるということで、まああの家族がフルーツサンド結構好きなので3つも持って帰って家族にあげたいと思います。はい、ということで最後は私の夜ご飯を決めてもらうために海賀くんに電話をかけていこうと思います。マジ心配、この人が一番心配。もしもし。もしもし。お疲れ様です。お疲れさんです。あのいや、なんで笑ってるの。なんかちょっと声聞きたいからかけようかなとか思って。そんな可愛いこと言えたっけそうではなくてですね、私の今日の夜ご飯を決めてほしいなと思って。あ、なるほど。なんで、パンとか。いや、まあそれはあのお任せするんですけど、海賀くんが思うものを勝手に、今スタジオにいるんで勝手にスタジオに送りつけてください。あーね、なるほど。もう送ったらいいだけ。送ったらいいだけです。了解なんで急にそんなテンション下がったの送ったらいいんやなと思って。送ったらそれだけか。え、そんなに会いたかった。まあじゃあ送りますね。ちゃんとしたやつ送ってくださいね。あの私夜ご飯そんなに食べないよ。ああ。そんな食べないの知ってるよね。めっちゃ最近好きなもんあるね。あ、そうなの。このお店のこれみたいな。そうなの。だからちょっと好きなものを送りつけたろうかな。あー、確かに好きなものを共有してくれるのは嬉しい。お願いします。僕の好きなものを送ります。待ってます。はい、ありがとう。バイバイ。じゃあね、バイバイ。はい、ということで、え、マジでなんだろう、もうちょっとガチ怖いけど、なんか丼系とか来そうだなっていう予想です。まあでも海賀くんの好きなものって言ってたんでね、ちょっと楽しみかな待ちたいと思います。はい、ということで海賀くんが頼んでくれたものが届いたみたいなので、今から食べていきたいと思います。お願いします。ちょっと待って、重そうな音がしました。せーの、バン。え、本当に言ってます。え、ちょっと待って、飲みすぎじゃない。チーズボール3つ、ちょっと味違いのポテト、ボールが2本です。すいません、私をあのフードファイターかなんかだと勘違いされてます。え、ちょっと待って、これは普通に一食でも無理。ちょっと電話していいですか。ちょっとこれはおこだよ。はい、はい、あの、もしもし。はい、はい、はい。何言われるか予想ついてますよね。え、わかんねえ。え、心当たりありますよね。ないよ、俺の好きなものを送りつけただけ。いや、もうそれの話って分かってるじゃないですか俺送ったチキンよ。え、チキンもポテトもチーズボールもコーラもあるんですけど大丈夫ですか。そうでしょ、俺の大好きなものか、韓国料理。ねえ、量がおかしい。でもさ、うん、うまいねって、そこがね。分かったよ、美味しいんだね。食べるよ、じゃあねバイバイ。はい、じゃあね、いっぱい食べてください
嫌です。なんだこの人、本当に。はい、ということで食べていきたいと思います。どれから食べよう。でも普通にちょっとチーズボール食べたい。ていうか、なんならこれ一箱でいい。いただきます。うん、おいしい。おいしいよ。めっちゃおいしいけど今じゃないよ絶対。でもおいしい。さすが押してるだけはある。これを送ってきてくれること自体はありがたいし、おいしそうだからいいんですよ。ただね、どこが頭おかしいの。本当になんかあの方ぶっ飛んでる。チキンが美味しいって言ってましたよね。うん、うん、普通の唐揚げより若干甘い気がします。うん、美味しかったです。美味しかったです。終わった。ということで、ウーバーイーツ企画やってみたんですけど、本当にね、もうみんなありがとうございます。3人ともすごく私のねことを考えてくれたみたいで、とっても私は嬉しいです。そもそもウーバーイーツ自体あまりしないんですよ。だからすごい新鮮だったし、なんかこういうのとか普段自分から好んで食べたりとかしないので、その点に関しては、ね、ありがたかったかなというふうに思います。でも本当に協力してくださってありがとうございました、3人とも。ということで、これは皆さんで美味しくいただきます。ということで、この動画はこれで終わります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。グッバイ。ガチャ。